おはようございます。今日は動物の友達が教室に集まっていますね。今日はどのような授業を受けるでしょう。どうしよう、教科書を持ってこなかった。カバンによく探してみて。本当にないの？いくら見てもない。家に置いてきたみたい。怒られたくないのに、どうしよう。みんな、おはようございます。授業始まるよ。どうしよう。じゃあ今日は34ページから始めよう。あら、うさちゃん、あなた本がないの？それか。私と一緒に見ればいいですよ、先生。はい、わかりました。本を一緒に見させてくれてありがとう。どういたしまして。お互いを配慮する心が本当に綺麗な友達ですね。